はい、今日もあなたと役所天国、クリームソーダ飲ましてください。私クリームソーダが好きでね。よいしょ。はあ、暑くなってきました。多分カメラ止まると思いますが。はい、ね、防虫ネットかけて黒カーネーションを貼ったところです。あれでとりあえず成功、完成ですね。はい、明日その隣にね、キャベツを研修生と植えます。ね。研修生が来るだろうということでね。別に今日俺が一人でキャベツ植えたっていいんですけど、経験を積ませなきゃいけないわけですよ。ね、1年経ってて防虫ネットも張れないレベルですから、数をこなさせてあげるしかないんですよね。なので明日キャベツを植えてもらって、防虫ネット張って、黒寒冷舎っていうのをね、彼にやってもらうわけですよ。ね、いい農園主でしょ、ね、俺がやったっていいんです。俺がやった方がよっぽど早いわけですけど。はい、このチェリオのメロンクリームソーダ、これチェリオの自販機って100円でしょ、ねえ、安くていいよね。さあ、頑張りましょう。何があるかと言いますと、オクラの剪定ですね。オクラもね、秋だから秋の装いということでね、もう出さなくてもいいかなとかって思ったんですよね。ピーマンも、ピーマンまだ出そうと思ったら多分なってると思いますけど、オクラピーマンとかね、ずっと出してきたんでね、お客さん飽きてきてるかなと思ったのでね、もうちょっと出すの控えたんですけど、もう野菜なくなってきたんでね、もう出さざるを得ませんということで、しばらく収穫してなかったですからね、こうやってちょっとね、生やし放題にしちゃいましたけども、ちょっと剪定してね、出荷するようにしましょうかということでね、まだ多分実つくと思いますんでね。はい、ということで、どの辺から行こう。調子が良さげなやつですね、この辺の手前のやつはもう厳しいかな。花がさ、そっから向こうにしましょうかね。この辺のやつは捨てておいて、ナスもね、これ黄色くなってますけど、これ在来なのでね、これも種取ろうかと思いますね。はいね、花が咲いてますから、これこうやって全部買っていけばまたできますからね。もう出さなくてもいいかなと思いましたけど、そういうわけにいかないよね。これなんかは食べられそうですけどね。はい、という感じで、こうやってもう剪定して、剪定というかね、実を落としていくだけでまたできると思いますのでね、ちょっと硬くなっちゃってますけど、また綺麗なやつが出てくると思いますから。で、いつも言いますけどね、オクラって下葉書かなくていいですからね、そういう無駄なことはやめましょうね。それは専業の方がやってることであってね、我々のような小規模がやる必要は一切ありません。この辺はもう耳つかないかな。ね、花咲いてますから、まだこれから耳つくですよね。ということで、オクラとかピーマン、ちょっとね、こうやってピーマンどうなってるかちょっと見てないですけど、多分なってると思いますから、ボツボツ出しましょうかね。まあ秋がね、かなりね、やられちゃいましたんでね。この辺は厳しいかな。この辺はやらなくてもいいか。取れそうなやつをね、やらないと意味ないんで。YouTube の夜遊びっていう、あれは日本のバンドなんでしょ、それのアイドルという歌がビルボードの、アメリカのビルボードの1位になったと
皆さんご存知でしたか。僕は全く知らなかったんで、ね、あ、そういうバンドがいるんだって、それは日本のバンドなのと思ってね、調べてみたらなんか若い女の子が歌ってましたけど、皆さんご存知でしたか。あれがアメリカの1位なんですか。もうね、私の知らないところで世の中動いてるんですね。そうかと思ったら、なんかあの松原美樹さんっていう、もうお亡くなりになられてるんですけど、それの真夜中のドアっていう、私がまだちっちゃい頃にヒットした、僕覚えてましたよね、小学校の時ぐらいじゃないですかね、1970年代のその歌がなんか YouTube ですごくヒットしてるとかね、え、不思議ですよね。そうするとなんか80年代日本語ポップスっていうのが流行りらしいみたいなね、マジでっていうね、知らなかったですね。世の中って本当になんかよくわからないですよね。全くそれで新しい、今言ったようにね、そういう古いものと、そして新しいものとね、え、なんだかよくわからないですね。夜遊び、皆さんご存知でしたかねえ。私のようなねえ、レッドツェッペリン、ロックンロールとか言ってる世代じゃダメなんですよね。ねえ、もう今や世界三大ギタリストとか言ってる場合じゃないんですか。知りませんがねえ、知ってますか皆さん、世界三大ギタリスト、もう今言える人はどれぐらいいるんでしょうかね。え、でもまだ3名ともね、あのご存命で、クラプトンに至っちゃね、もう伝説のギタリストだからね。でもミック・ジャガーもまだご存命だよね。ミック・ジャガーいくつですか。なんさってビートルズ同世代だからね。まあポール・マッカートニーさんも生きてますけど、すごいよね。ミック・ジャガーはまあまさに生きる伝説。あの人ぐらいでしょ、あの80人ぐらいいるんですよね、お孫さんとか入れると。すごいよね、何家族、あのバイタリティっていうのはどっから出てくるんですかね。俺もたまによくあの百姓農園さんのそのバイタリティはどっから出てくるとか言われて、俺なんか、あなたおとなしいもんですよねえ、子供はいないしねえ、百姓をこうやってやってるだけのことなんでね。すごいよね、あの人たち、何なんでしょうね、よくわかんねえな本当にな。ミック・ジャガーなんか本当に、なんでそんなにこう精力的にいろんなことができるんですかって言ったら、刺激だって、俺は刺激を求めて生きているんだみたいなね、何の刺激があるんですかね。もうあれ以上いらないじゃないですか、何が必要なんですか、どう思います皆さん。高いのはこうやってね倒してあのやればね大丈夫ですんでね、こうやってもういっぱいこうやって実ついちゃってますけど、全部落としていけばね、実がつくものはつきますんで、オクラってそういう意味ではまだね全然丈夫なんです、こいつらは。ちょっとね面倒ですけど、ほっといちゃうとね、ちょっと1ヶ月ぐらいほっといちゃうとこんな感じになっちゃうんであれですけど、でもこれでもねまた復活すると思います。10月の末まで暑いっていう噂なんでね、ということは10月末まではね出せると思います。11月になったらもうさすがに冬ですけどね。でもピーマンなんか11月でも普通にできますからね、出荷しないだけでね、うん、島が降りるまではピーマンつきますからね、実がね。いやー、秋が本当に難しいね、この時期は。やっぱりもうだから、これって何を反映してるかというと、この私のいる三重県がどのこうのじゃなくて、日本のその気候が9月がもう夏になってるってことなんですよね。真夏が8月が伸びてきてるよって、そういう話だっていうことなんだと思うんですよね。そうでしょ、だからまあね、しょうがないですよ、これは。もう日本全国多分9月末までは真夏だとね、だから30度超えるよっていうことで、10月に入って10月が残暑なんだと思うんですね。10月の多分真ん中過ぎぐらいじゃないと30度を切ってこないっていう、そういうあの気候になったってことなんだと思うんですね。うん、どう思われます皆さん。だからそのことを前提にした作付け体系をね考えていかなきゃいけないってことだと思います。特にね野菜はね、
あの生育適温が高いっていうのはもうダメなんでね、寒いのはいいわけですよ。寒いのは保温すればいいし、トンネルかければいいし、パオパオとかね、いろんな資材があるので、寒くなっていくことに関しては何の問題もないですよね。コメントでなんか氷河期が来てるとか言ってるんですけどね、まあそんなこと知ったこっちゃないですよ、勝手に来りゃいいわ。そんなことにいちいち怯えて百姓なんかできるか。ようそんなね恥ずかしいこと言えますな、自分で何の確証もないのにね。学者かあんた。そういうデマを流してね、責任を取れると思うの。僕は自分で経験したことやね、それ以外のことは口にしませんよね。学者でもない人がさ、よくそんな無責任なこと言えますな、恥ずかしいと思わんのか。なんてこと言うと怒られちゃうのかな。ね、これ美味しそうですよね。はい、オクラ。まあ本当に世の中はね、そんな風に全然知らないところで何がブームになってとか、私にはもう全くわからないしついていけませんけど、不思議ですよね。昔のものが見直されたり、新しいものがどんどん。僕はその夜遊びのアイドルという歌を何回か5回ぐらい聞きましたけど、皆さんあの歌が全米を席巻するほどの歌だという認識なんでしょうか。僕は全く個人的な感想ですけども、いい歌だとは思わなかったですね。僕にとってはキャリーパミュパミュと何が違うのかと。歌詞も含めて、ミュージシャン、アーティストというのは曲ができないと、ね、悩み続け、ね、ついついバーボンのロックに手を出し、その酔いに任せて起き上がってくるメロディーをなんとか、ね、脳裏に刻み込んで、それを歌にしていくという、それが音楽作りじゃないの。そういう音じゃないよね、あれはね。僕はそういう音を聞きたいわけだけど、夜遊びのアイドルでは僕はハートは震えませんわな。私のハートは別にそれが俺の問題であって、別に皆さんには関係ないことですけど、これちなみに撮影できてるの？はあ、あ、できてる。すごいすごい。ですって。ナスね。もうちょいですね。まあ、取ってもいいですけどね。この黄色いやつね。はい。これ在来のあれなんでね。ちょっと見てみますか。これだとちょっとまだ、若いんですよ。ね。もうちょっと。まあナスとかね、こういう火砕類の種まき、種取りはね、難しくありませんから、これぐらいはね、全然、そんな皆さんが種の時給とか、偉そうなことをなんか、鬼の首取ったみたいな話をしてますけど、これでいいんですよ、皆さん。ね。できてあげて、こうやって黄色くなってきて、ほったらかしにしといて、それ取ればいいだけのことなんでね、油長は大変ですよ。包丁ないか。包丁どっかなかったか。包丁持ってきてないか俺。この辺でいけるか。まだちょっと若いね。はい、種ねできてるでしょ。
まあこうやってね、取っといて、こうやってほっぽらかしておけばぐちゃぐちゃになりますから。でこれをね、ちょっとこう若いとこうやってほらまだ果肉があるでしょ。これがねもうスカスカになってきたら取った方が楽ですよね。これ いきなりこうやってこうガチャガチャやるのめんどくさいでしょ。でこれを水につけてね、沈むやつを種とね、重いやつを使うということですね。これでもこうやって見れば分かりますけど、何百とね、2株3株こうやってやっておくだけでね取れますから。別にだから皆さん種取りってね、こんな大げさな問題じゃないでしょ。環境問題とかなんたらかんたらって言ってますけど、それはまあ確かに関係ないことはないですけど、こうやってやっとけばいいだけのことで、で結論から言えばね、別に営農することにおいては買った方が早いですね。なのでいつも言いますけどね、種の問題っていうのは皆さんが思ってるようなものではありませんね。我々専業農家が取り組まなくては何も変わらないしね、そういう話です。まあどうでもいいですけど、まあ本当にだからね、こういう種の問題とか騒いでる人、まあいいですけどね、当事者じゃないでしょって話でね、当事者は我々なのね。我々専業農家なんです。種を年間何百万も使うわけでしょ。我々が取り組まない、じゃあ我々が取り組まなきゃいけないのに、我々がじゃあ取り組まない理由があるってことでしょ。そういうことを考えてほしいですね。あー、メロンクリームソーダうまい。はい、以上でした。ナスの剪定ね、そしてナスじゃないよ、オクラね、オクラの剪定と、オクラまだやりますけどね、ナスの種取りねの話をしている百姓農園の動画でございました。まあ何でもそうですね、家庭菜園もそうですし、家庭菜園でね、一般に思われていることってほとんどがあまり役に立たないですよね。はい、でそうじゃないやり方ね、でこの種取りもね、種を取れば世界が救われるんですか、笑っちゃうよね何言ってんだろうね本当にね。種を使う人って誰ですかって、はい、我々専業農家ですよ。じゃあ専業農家一人一人に聞いてみてください。今の種の問題って何が問題ですかってね、多分私と似たような見解なんですね。観光栽培であれ、我々のようなオーガニック農家であれ、みんな農家の立場って同じなんです。買った方が早いってことですね。営農においては買う一択なんです。いいですか。それを自分でね、種取るなんてやって、そんなことしながら営農なんてね、成り立つわけがないんですよ。でそれをじゃあやってくださいということであるならば、だったら農家自身が集まってね、まあ農協さんとかが中心になって、それでその種取りの、種を取る農家さんをね、作らなきゃいけないわけでしょ。ね、そういうことがね、動きとしてはじゃあできるのかって。ね、この社用産業である農業でね、そんなことできるわけないじゃない。ね。で、種を使ったことのない人たちが騒いでるわけですよ。ね。で、わかりますよ。言わんとしてることは。ね、何かどっかの某国に、種が牛耳られてる。牛耳られているんですよ。そんなの当然じゃないですか。もう日本の中にトウモロコシの原種ってないんですよ、皆さん。ね、それって私たちの農家の問題ですか？違いますよ。国の問題でしょ？それを俺たち農家に押し付けないでよ。ね。だから環境問題って言うけど、これと種の問題とね、こうやって結びつけてね、一部の人たちがこうやって騒いでますけど、だったら農家になってみて。ね、どうかだったら農家になって、専業農家になってみて、それで飯食いながら種を自分で、作ってみてね、自給してみてください。できるわけないんですから、そんなことね。オーガニック農家になってみてくださいよ、専業農家に、ね、やり方がわからないんだったら教えますよ。まずそっからですよ。まず俺たち同じ土地表にまで上がってこいよって、そういう話ですよね。種をね、年間にね1万も使わないような人たちが騒いだってしょうがないんですね。わかりますか。本当に不愉快だよね、こういうことで騒いでる人たちって。で、分かりますよ、言ってること。だけど、例えばあれですよ、ね、世の中に核がなくなったらいいなって、それはなくなったらいいと思いますよ、あなたも私もそう思いますよ。だけど、じゃあどうするんですかって、そのことを仕事にするんですかって、そういう話でしょ。できるわけないじゃないですか。私たち庶民に何ができるんですか。同じです。種の問題を一般の人が騒いだって、何にもできないです。ね、俺たち専業農家ですら種の問題をタッチできないんですよ。ね、だから部外者の人はね、黙っててほしいんですよ。ね、この農業というものに対してね、
別に行ったっていいよ、ね、で一次産業が大事だっていう、ね、の消費者はすごく多い、ね、ありがたいことですよ、ね、であるならばね、あの買ってください、ね、それだけです、ね、我々あのオーガニック農家の野菜を買ってください、ね、実際にはね、私二十数年やってきました、ね、おそらく1万人以上の方にお野菜を売ってきました、ね、それでじゃあね、どれぐらいの人がずっと買っていただけるかってね、本当に数パーセントですよ皆さん、ね、だから消費者の言ってることはみんな嘘っぱちだということがこれでわかるんです、ね、一次産業が大事だって口で言うのはわかるけど、だったら買えよって話なんですよ。買ってくれないじゃないですかってことですよね。それは全ての日本のオーガニック農家の思いですよ。私は代弁させてもらいますけど、みんな言うほど買ってくれないんですよ、ね、それでちょっとでもね、なんか傷んでたりするとクレームの 山の嵐ですよ、ね、それが日本の消費者の実態ですよ皆さん、ね、はい、そういうことでございます。それではまた。